じゃあお父さん行ってくるかな。お姉ちゃんの言うことをよく聞いていい子でいるんだぞ。お父さんどこ行くの？お土産。私も行くの。一緒に行く。ないでしょ。いいでしょ。お父さんも行きたいよ。ごめんな、今日はダメなんだ。わがまま言わないの。お父さん困っちゃうでしょ。フィーネ、兄弟みんな仲良くな。うん、お仕事頑張ってね。あ、それじゃ行ってくるよ。行ってらっしゃい。あなた、すまない、子供たちを頼んだよ。行くぞ。やはり狙われるとしたら演説の最中だろうか。断言できませんが、その可能性が最も高いでしょう。マーレ軍幹部が公の場で一堂に会するのはその時だけです。時点で幹部の移動時ですが、直前まで移動経路を決めない習わしが防衛策としてあり、馬車も様々な要人が利用します。ならば軍幹部は橋の特等席へ、できるだけ一区画にまとめておくように。本当によろしいのですか。タイバー家もただ遊んでいたわけではない。先代に比べてはな。かねてより世界の上層階級と交流を深めてはエルディア人の地位向上に努め、パラディ島の動きに目を光らせていた。だが見るべきは足元だった。気づいた時には敵は海を渡り、我々の首元まで迫っていた。もはやいつ喉を切り裂かれてもおかしくない。危惧すべきはパラディ島勢力の協力者の影だが、依然その実態がつかめないままでいる。ご存知の通り、我が国マーレは敵が多すぎる。軍の内部も例外ではない。敵をあぶり出すためならケツに火をつけてやる。敵の襲撃計画を甘んじて受け、それを最大限に利用する。代案でもあるなら聞く。なければ計画通りに。しかし敵を釣るにしてもあまりに餌が大きい。無能な幹部などくれてやればいい。敵の目的がマーレ軍に損害を加えることならまさに好都合じゃないか。新たな軍の再建もあなたの人選通りに党は反を押す手はずだ。しかし大勢死にます。その大半はエルディア人だ。悪魔の末裔なんだろう。今更じゃないか、マガト隊長。あなたも今までは大勢のエルディア人を機関銃の前、地雷原の中に送り込んだはずだ。軍服を着てようが着てまいが同じ命だろう。あなたが今までやっていたことをやればいい。先に申し上げておきます。これは戦争ではありません。敵の正体や目的、攻撃手段が不明なまま、現場は不特定多数の群衆に囲まれています。タイバー公、私はおそらくあなたを守ることができない。このままではあなたは死にます。あなたは餌にしては大きすぎる。当然覚悟の上だ。私が表に立たなければ世界は目を向けてくれない。軍も記者も国々の大使も一堂にして集うことはない。何より私を含めレベリオ収容区のエルディア人は哀れな被害者でなくてはならない。予期せぬ襲撃の被害者だ。私だけそこから逃れていては世界を味方につけるどころではなくなる。エルディア人は悪魔の末裔に違いありません。そして私たちは悪魔に違いない。